アイテム番号、SCP-910JP、オブジェクトクラス、ユークリッド。ケテル。特別収容プロトコル、SCP-910JP を回収する試みはすべて失敗に終わっており、現在は発見された地点から半径、キロメートルの範囲で封鎖を行っています。一般人がこの地域の通行を試みた場合は自然保護の理由で立ち入り禁止区域にあると説明してください。SCP-910JP は 910JP 監視等を用いて常に形状の変化を監視されねばならず、変化があれば直ちに記録されます。第1次 910JP 回収作戦以降 SCP-910JP は財団職員に敵対的であるため、いかなる職員も SCP-910JP への接近は許されません。説明。SCP-910JP は空までに続く平地に敷かれた道路の傍らに存在します。通常は標識令に規定されている、一時停止の道路標識の外見を維持しており、構成素材は今のところ不明です。標識部位は通常の手段で損傷を与えることが可能ですが、損傷は未知の方法によって即時に再生します。支柱部位はいかなる手段を用いても損傷を与えることができませんでした。SCP-910JP の標識部分はあらゆる道路標識に変形することが可能で、各標識に関連する地養生現象を発生させます。その種類は非常に多岐にわたり限界範囲は未知数です。詳細は現象記録 910JP-A を参照してください。落石を発生させる SCP-910JP。現象記録 910JP-A 群、簡略版。記録された現象はすべて SCP-910JP の所在地点から半径50メートル以内の範囲で発生しており、極端に離れた位置から発生した事例はこれまでのところ確認されていません。しかし発生した現象はしばしば前述の50メートル圏を超えて広範囲に影響を及ぼします。発生した現象はすべて物理的なものに限られ、精神的な影響を与えるものは確認されていません。SCP-910JP は複数の標識に分裂して各標識を併用させたり、補助標識を出現させて範囲や距離などの細かい調整を行ったりすることが可能です。標識によっては人型生物、SCP-910JP-1 と識別されます、を生み出すものもありますが、これらは対話こそ可能なものの。問いかけに対してはさも自身が何の異常性も持たない一般人であるかのような反応を示し、SCP-910JP の異常性を目の当たりにしても完全に無視します。発生した物体や生物はいずれも標識の変形に伴って消失するので回収は不可能と考えられています。本標識。標識発生した現象、なし、SCP-910JP の傍らの路面に横断歩道が出現した。SCP-910JP を中心に未知の力によって全車両が押し出された。SCP-910JP の近辺に便所が発生した。地面の摩擦力が著しく低下した。SCP-910JP の傍らの路面をまたぐ踏切に始まり、周回線路とその上を走行する炭鉱列車が出現。電車の中には複数の SCP-910JP-1 が乗車していた。地形が盛り上がって SCP-910JP のすぐ後方に傾斜10度の斜面が出現した。道路工事には不可欠な車両と機械、個人の作業員の姿をした SCP-910JP-1 が出現した。鹿、タヌキ、ウサギとおぼしき生物が出現し、SCP-910JP の傍らの道路を横切った。何もない上空から突如大量の岩石が出現した。風力47の突風が吹き荒れれた。補助標識。標識付与される効果、現象が行き渡る範囲を示す。この場合、SCP-910JP から半径50メートル以内が範囲となる。最小では50メートル、最大で M の表示が確認されており、限界範囲は不明。この補助標識がない場合半径50メートル未満が標準的に範囲として採用される。その現象の対象となる車両の種類を示す。この場合は貨物自走車。この補助標識がない時は全種類の車両が対象となる。その現象が行き渡る方向を示す。幸いなのはこれほどまでに多岐にわたる強力な能力を向けられていながら、未だ職員に一人も死者が発生していないことだろう。SCP-910JP の行動はまるで大人をからかって楽しむ子供のようだ。もしかしたら、我々とはじゃれているだけで脅威を与えているつもりはないのかもしれない。気性も子供レベルだとしたら加減を知らない分、怒らせた時が怖いものだが。
確かに SCP-910JP を野放しにしているのは危険だが、あの回収作戦を実行するのはそれを超えて危険なことなのではないか。薄井博士。SCP-910JP は知性と人格を有していると推測されています。過去の実験では SCP-910JP の性格は、いたずら好き、人を囃し立てる、などと報告されており、接近した人間に保有する能力を用いて怒らせたり困らせたりする行動傾向を見せています。人間が周辺に存在しない時は比較的おとなしくなりますが、完全な不活性状態ではなく、特に何の意味もなく能力を行使する様子が報告されています。現在、SCP-910JP との直接的なコミュニケーションは実現していません。SCP-910JP の標識部位に全体の 20% 以上の欠損を与えると、需要上減少の発生を一時的に食い止めることができますが、SCP-910JP はハザードシンボルを用いて攻撃的になります。これまでに、放射能標識、津波、高電圧、削除済み、などが確認されています。ほい。SCP-910JP に損傷を与え続けて抑止を行い、支柱を地面から引き抜くという回収計画が承認されました。過去に3度失敗と改め案を重ねて実行されましたが、現状では回収は不可能と判断されました。判断の決め手となったのは SCP-910JP の驚異的な再生能力と第3次 910JP 回収作戦で確認された、削除済みの標識による攻撃でした。回収作戦失敗後、ケタークラスへの格上げが要請され承認されました。第3次 910JP 回収作戦記録日付2000年、月、日。第3次 910JP 回収作戦。目的。SCP-910JP の回収、サイト、81、への収容。組織。指揮班、松崎機動部隊長あの博士本郷機動部隊長三上博士。狙撃班、42人21チーム。回収班、48人4チーム。特別回収プロトコル、簡略版。狙撃班は SCP-910JP から 1.52km の範囲21箇所に散開し、対物ライフルによる切れ間のない射撃で SCP-910JP の能力の抑止を行います。回収班は指揮班の指示に従って4方向からの迅速な接近を試みます。目標地点に到着次第、自動小銃による攻撃を行いながら掘削機を用いて SCP-910JP を掘り起こし、専用収容者の塩酸層に浸してサイト、81、への運搬を行います。削除済み、映像は一部規制されています。回収班が目標地点からおよそ400メートルの距離まで接近すると SCP-910JP は突如、支柱を激しく伸縮させて攻撃を回避する振る舞いを見せ始めました。結果、損傷の再生を許し SCP-910JP は、などを含めた、削除済み、に酷似した外見と性質を有する生物を、再出現させ、本作戦に参加した職員に多数の犠牲者を生じさせました。本作戦による死者は26名、重軽傷者は9名、行方不明者は57名であると記録されています。あれに悪知恵がなければ初段から避けていたはずだ。俺たちを多く殺すために一芝居打って引きつけたんだ。そうとしか思えない。松崎機動部隊長。SCP-910JP の即刻の処分を申請する。あれの存在は我々の活動の全てを無意味にしている。三上博士。